男と抱き合う趣味がない。おい、ダザイ国木田くん、大変なんだ。これを見たまえよ。何がだ。だからこれだよ。俺にはお前のアホ面しか見えんが。ついにたどり着いたのだ。これが死後の世界。山津ひろ、やはり完全自殺続報は命中だな。裏山に生えたキノコを食するだけでこんなにも愉快な自殺の道へ行けるなんて。国木田くんは仕事の鬼だからね。何しろ頭の中に働きありでも飼っている。それ完全に国木田くんじゃない。じゃああとは二人でお話しして。ほら太宰、勝手なこと言うな。国木田くんは分かりやすいな。いや、生きてきた理由と言うべきか、お一人で心中はできません。ところで太宰さん、なぜでしょう。美しい人よ。だってなーに、探偵だよ。この辺何がそんな。報酬出るよ。15番街の倉庫に虎が出る。逃げられぬよう周囲を固めろ。実に簡潔で良いメモだ。要点が抜けとる。そしてドラム缶にはまる自殺法があると聞いたものだから。私は自殺は好きだが、苦しいのも痛いのも嫌いなのだ。当然だろ。電話したよ、死にそうなんだけどって。そしたらみんな口を揃えておめでとうございますだってさ。どう思う。でしょうね。異能力者って連中はみな、どこか心がいびつだ。蛇の信頼と民草の崇敬を一身に良くする男なのだから。同月某日入殿。うちの飲み代の付けちゃんと払ってくださいね。半年分です。そんなバカな。国木田くんがこんなにモノマネがうまいなんて。嫌です。まだ何も言ってないよ、この探偵者なら。話は別だけど、太宰さんは役者は照れるね。じゃここの払いはよろしくね。密輸業者の類だろう。真珠は一人ではできない。天の刑事待ち。真珠。それは脅かされましたね。君もおいでよ、黄泉の国。すごいぞ。あなたのその生活力が眩しい。やはり死ぬなら美人との心中に限る。ああ心中、この甘美な響き。それに比べ一人この世を去る寂しさのなんと虚しいことだろう。でこの胸が破れそうだよ。どうせなら私と心中してくれればよかったのに。しかし安心したまえ御霊人、希代の名探偵が必ずや君の無念を晴らすだろう。ねえ乱歩さん。ところが僕は未だに依頼を受けてはいないのだ。え、どういうことです。国木田くん、大変なんだ。やはり完全自殺続報は命中だな。裏山に生えたキノコを食するだけでこんなにも愉快な自殺の道へ行けるなんて。食べ放題だし。私は女性はみんな好きだよ。女性には見せない方がいいだ。この新聞の写真、国木田くんがなかなか男前に写ってる。それは俺に殴られたいという意思表示か。押村君はこれだな。せっかく紙面を飾ったんだから、もうちょっと色気のあるメガネにしておけば。国木田君は仕事の鬼だからね。何しろ頭の中に働きありでも飼っている。何のこと。だから初日に止めた時も臨室で休んだし、当然指一本触れてない。まあ国木田君が勘違いしてたのは知ってたし。前から疑問だったのだけれど、その恥ずかしい帽子は。実はいい人だったのかい。早く死ねって意味だよバカ野郎。オートマフィアに囚われた件の報告書を出せ。アツシ君、川に流されてましたけど大丈夫ですか。助かったか。ポートマフィアの森さんは合理化の権化でね。トイレに行ってくる。私は今誰かと対話する気力もないのだよ国木田くん。驚異的なタフさだ。さあガノミで戦場に出るならこれくらいの仕込みは当然だよ。手品してる暇が。今日は良い話を持ってきたよ。社員が一人軍警に捕まっている。
ギルドとの最終決戦の前に彼女を助けたい。いいか、今日は絶対に俺の予定を今日は何か起こりそうな気がするね。忙しいのに悪いね、君にお客さんだ。客？